僕が感じた一瞬の感動を伝えていきたいな、言葉の代わりになるものかなと思います。アルプスピアホームプレゼンツ、街の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。地元諏訪地域を拠点に活動する写真家、花岡亮さん27歳。もともと趣味で始めたカメラ、1年前の経験が写真家としての出発点になりました。きっかけは間違いなく北極に行ったことなんですけど、2019年、1ヶ月かけて600キロもの道を歩く冒険に参加した花岡さん。マイナス30度にもなる極限の地、目にした光景に心が躍りました。本当に自分たち以外に人もいなければ動物もいなくて、もう本当ただ氷と岩だけの世界を歩いてたんで、夢中で撮影した写真、自慢の一枚があります。写真家として生きる道を選びました。帰国後、拠点として選んだ地元、知らなかった姿がそこにはありました。僕が行くのは基本的にあんまり人が行かないところなんで、まあ、この諏訪エリアにこんなすごい場所たくさんあったんだなっていうのはすごく思いました。通えば通うほど見つかる地元の魅力、目の前に広がる光景と言葉にできない感動を写真へ収めます。街で普通に暮らしている中でもう一つの時間を感じてもらえたらいいなっていうのはすごく思います。信州から世界へ、今日も夢中でシャッターを切り続けます。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。